大阪アサヒビルは、大阪府大阪市北区中野島3丁目に、かつて存在し、株式会社アサヒビルディングが所有、管理、運営していた、オフィスビルである。竣工後の大阪アサヒビルの様子はダリビルは、朝日新聞大阪本社社屋として、1931年に、竣工した。北東部分には、ダイビルと同様に客船をイメージした R が付けられ、 朝日新聞の大事ロゴが取り付けられている。1970年に敷地南西部分を L 字型に囲むように増築された朝日新聞ビル南東部もこう描き一体感を持たせている。内部にはガラス張りの階段室、屋上には環境を連想させる航空標識等が設けられている。ドーコミューもジャパン選定日本における モダンムーブメントの建築にも選ばれた。朝日新聞ビル朝日新聞社は、当ビルの老朽化に伴い、2007年4月に、朝日新聞ビルと向かいにある新朝日ビルディングを順次、高層ビルに建て替える大阪、中野島プロジェクトを発表した。まず、新朝日ビルディングが2009年から解体、建て替え工事に入り、2012年11月6日に、 新しいフェスティバルホールなどを含んだ高層ビルとなった。ついで、東ビルと旭新聞ビルを2018年を目途に高層ビル化し、最終的に高さ200メートルのツインタワーになる予定である。そのため、東ビルと旭新聞ビルは2013年に解体工事を開始し、2014年3月に解体作業を終えた。旭新聞ビルに入っていた印刷工場は、 新工場を建設し、印刷機能を移転させた。ありがとうございます。